国道28号終点にある徳島市道路原表徳島県徳島市勝時木橋南詰国道28号は兵庫県神戸市から淡路島を経由して徳島県徳島市に至る一般国道である。神戸淡路鳴門自動車道部分本州の神戸市と四国の徳島市を淡路島を経由して南北に結ぶ一般国道の路線で明石海峡。 ナルト海峡の2カ所の海上を渡る。淡路島では、生活道路の一部にもなっている島内を従管する重要な幹線道路である。国道28号の自動車専用道路部である神戸、淡路ナルト自動車道は、明石海峡の明石海峡大橋とナルト海峡の大ナルト橋で、淡路島と本州、四国を結ぶ。また、大ナルト橋開通の影響により、 淡路島から四国へ渡る航路が廃止となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。東国道は四国街道を継承した路線である。旧、タコフェリー前、兵庫県淡路市、相本市境国道11号との分岐徳島県、板野郡松茂町、広島交差点以前は、徳島県内区間の、 全区間が国道11号との重複区間だったが、1988年に吉野川バイパスが開通したのに伴い、松手芸町、広島までは国道28号の単独区間となった。トンネル橋梁道の駅兵庫県淡路市佐野淡路市、相本市、南淡路市の中心部を通過する国道であり、観光施設などが集中している。淡路島の北側は、 大阪湾沿岸沿いを縦断し、相訪都市街地から南側は三原平野を縦断する。相訪都市と南淡路市の境目付近は南淡路市が賑わいを目的とした都市計画によりロードサイド店舗が立地している。鳴門市の北側は鳴門市中心部を縦断するので沿線に公共公益施設、商業施設などの建物が密集し、 南側は市街化調整区域であるために農業地帯を縦断する。板野郡松重町側は公共公益施設と工業地帯や住宅地が密集している。起点側より接続する高速道路、国道、主要地方道を路線名、交点の順で記す。並行する神戸淡路鳴門道のインターチェンジなどは神戸淡路鳴門自動車道を参照。ありがとうございます。